2024年1月の4日、時刻、午前10時を回りました、ね、4日、三が日の過ぎた4日の朝です。サントンドライバーです。今年初めてのね、A ちゃんトピック、一発目ということで、ね、どうぞ本年もよろしくお願いいたします。年が明けて、まあ、大変なことが起こりまして、北陸地方の方ですね、特に石川県能登半島の、ね、方は大変な状況かと思います。僕の親族は、まあ、石川県にはいないんですけども、近隣の福井県、あと新潟県、おりまして、まあ、地震はね、大変な状況だったけども、家屋等の被害はそこまでないということで、そういう、返事をね、もらって安堵しております。また、A ちゃんつながりで言えば、ね、富山の栗キッチンさん、ね、栗さんがね、そう、大地震に遭遇されたということで、ね、家が潰れるかと思いましたと、インスタで返事いただきましたけども、まあ、幸いに家の中のね、物が倒れる程度で済みましたということで、ね、くれぐれも皆さん、ね、近くのエリアの方、ね、この後も、ね、気をつけてください。僕からはね、そのぐらいのことしか申し上げることができないので、はい、さて、もう早速 A ちゃんの話題をね、行きましょう。年末からですね、まあ12月の24日に横浜アリーナのね、ウェルカムトゥロックンロールのツアーが終了しまして、まあその後というのはね、具体的な A ちゃんからのこうメッセージは EYTV で29日にね、横浜の最終日のダイジェスト、そして大晦日31日に、ね、今年の、ね、大晦日今年も、走りました、ね、ダイジェストが放送されて、今ご覧いただけるのはこれだけですかね。大晦日ダイジェストの方が EYTV でご覧になれます。EYTV はこれでひとまずまたね終了となります。多分今年の秋口ツアーが始まる頃にまたスタートするんでしょうか。それまでは、ね、映像も一時ストップということになりますんで、まあこれから本格的に A ちゃんの、ね、A ちゃんロス状態に皆さん陥っていくんでしょうかね。ね、そういうことになるかと思います。あと、矢沢洋子ちゃん、ね、洋子ちゃんがインスタグラムのストーリーズで、ね、ちょこちょこと、動画をアップされてますけども、まあ、矢沢家は12月31日にはもう現地ハワイの方に入られたようで、ね、今回もハワイのコンドミニアムかなに滞在されているようですね。そこかね、その部屋からのこう撮影された映像がね、映像とか写真が、インスタグラムの方に、アップされています。まあお父様のね、A ちゃんの方はそういうプライベートな写真がね上がることはないんですけども、まあおそらく家族で、ね、ファミリーで行かれて。ハワイで過ごされているんではないでしょうか。年が明けて、年賀状がね1月1日にえちゃんから来ましたね。クラブ会員の方のね皆さんの手元にはもうね、お手元届いているかと思います。それからダイヤモンドムーンはもう1月1日から通常通りね営業されてまして、このあと8日8日は休みになります。ね、定休日だそうですので、
それ以外の日は毎日通常通り営業されているようですから、もう新年早々ねダイヤモンドムーンに行かれた方もいらっしゃるかと思います。あとラッキーバッグ、ね、ラッキーマックの、当選者の方は、ね、もう受け取りも始まっているようですね。あのドラゴンのね、スペシャルビーチサーブ、これはもう皆さん入ってるみたいですね。早速画像などアップされている方がいるので、ね、ラッキーバッグ、まあ、ご当選された方はね、おめでとうございます。あと2日の日に、ワウワウでは、ね、A ちゃんのラン&ラン、映画ラン&ランと、時間を置いて、いい矢沢ロックですね。こちらの映画2本が上映され、放映されました。どちらもね、増田久夫監督が撮影されている、ね、A ちゃんの、まあ、ドキュメンタリー映画ですね。2本ともね、同じ監督が撮られている。まあ、これをね、こう見ると、1979年のワンナイトショーの、ね、ドキュメンタリー、そして、2007年かな、100回武道館、20年近く経った後の A ちゃんの姿をね、また同じ監督が映画として撮られた、この2本を見ることができましたね。これはまた再放送がね、あるようで、2月ですか。あ、1月の14日かな。はい、再放送があるようですね。はい、僕の方としては、YouTube の方で12月29日から3日間、3夜連続でマニアック矢沢トーク、こちらもたくさんのね、皆様からご視聴いただきましてありがとうございます。多い回はもうね4000回の視聴をいただいてまして、ね、3人の矢沢ファンの親父がただ喋るだけのね、動画なんですけど、たくさんの方にご覧いただきまして、また共感いただいたねコメントメッセージいただきましてありがとうございます。できる限り返信はしたつもりです。まだ返信できてない方がいらっしゃるかもしれませんけども、はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。それからですね、僕は、今日もね、今朝ほどは関東地方雨でしたけども、今は雨も上がりまして、今日は気温3月並みの陽気にまでなるそうですね。この年末年始は比較的こう例年になく雨のある、31日にも降りましたし2日の日も降りましたね。で今日もまた雨が降りまして、例年とはちょっと違う、年末年始という感じですね。で僕は、2日の日に神奈川県の江ノ島、湘南江ノ島に行きました家族と。で、その江ノ島なんですけど、車で江ノ島まで渡って、そこから歩きで、ね、こう江ノ島神社にまで上がって、ね、歩道をこう歩いてって上がっていったんですけども、なんとですね、実はの江ノ島神社にちょうど着く頃ですね、前を歩いてらっしゃるカップル、女性がこう左、男性が右に、ね、位置でされて歩いていかれて、女性は確か赤色か何かニット帽をかぶってらしたのかな。で、ショルダーバッグをね、こう肩にかけて、このバッグがお尻側ね、腰の方にこう、ありまして、でそこにねこうキーホルダーがついてるんですよね。でキーホルダーあれと思って、ね、見たら
ウェルカムトゥロックンロールのこうキーホルダーがね、ブラブラはしてないんですよ。あのポッケにこうね、ボディの部分がこう入ってる状態だったので、まあ一部しかこう見えなかったんですけど、あのリングのね、大きなリングと、あのレザーの刻みモチーフは、あれは絶対ウェルカムトゥロックンロールのキーホルダーだったと思いますね。江ノ島に行かれたね、2日の日、午後2時過ぎかな、2時半ぐらい、その時間に江ノ島にカップルで行かれた方、ね、僕、家族がいなければね、必ずというか声掛けしていたと思います。僕も、同じね、キーホルダーをショルダーバッグつけて歩いてたので、キーホルダー同士でご挨拶できたんじゃないかなと思ったんですけど、まあ家族がいるんで、手前お声掛けはできませんでした。まあそんな、2日の日に江ノ島でそんな偶然があるものだと、びっくりした、そういうことがありました。で、帰りに横浜を寄りまして、夜、7時半ぐらいでしょうか、横浜をこう立ったんですけども、ちょうどこの頃インターネット上には、羽田空港の、ね、飛行機火災のことがネットにこう上がってまして、帰り道ね、ちょうど横羽線、右手に羽田を見る感じで、運転してるわけなんですけど、まあ僕はね、正面しかほとんどよそ見はできませんので、空港の状況まではね、見えませんでしたけども、ね、羽田空港大変な状況になってるんだなというふうに思いながらこう走ってきました。まあ、幸いに、高速道路の渋滞はね、なかったんですけども、はい、そんな、2日の日だったわけです。はい、それからですね、あ、そうです、そうです。1月の1日の、午後3時から、ね、アネットさん、コーラスね、いつも参加されているアネットさんがインスタグラムで、インスタライブを行いました。午後3時から30数分かな、30分、まあ30分の予定だったんですけど、少し長くなって、32、3分まで、ライブ配信をされていましたね。彼女のご自宅からカメラに向かって、日本語でご挨拶、おしゃべりをされて、ね、歌はね、歌われてはいないんですね。前日パーティーがあって、もう声がガラガラですと。なので今日は歌は歌えませんということで、前日、このインスタグラムの予告がありまして、そこで Q&A、パネット、彼女に対して質問がある方はね、寄せてくださいということだったので、こう事前にね、多くの方が質問されたんではないでしょうか。まあ、その質問に答える形、それと、見ている方、このインスタライブを見ている方、参加されている方が、その場でチャットで、質問を送ることができて、ね、その質問が、画面上に表示されますので、それをね、彼女アネットが見て、その質問にもリアルに答え、リアルタイムで答えていただく、こういう形式だったんですね。で、挨拶が始まって、まあ最もね、一番多かった質問ということにまず彼女が答えましたね。昨年のウェルカムトゥロックンロールのツアーになぜアネットさんは参加してないんですかというこの質問に対して、まあ彼女が答えましたね。で、最終的には革新的な部分はノーコメントね、答えることはいけませんということでしたけども、まあ彼女は、今回いろいろプライベートなお話もしていただいたんですけども、ちょうど娘さんが10歳、双子の娘さんが10歳となるんですよね。で、昨年の夏ぐらいからちょうど、その二方が、
芸能活動か何かかな、モデルの活動か分かりませんけど、まあそういう活動をするんで、彼女はプロモーションというかマネージング活動をしているということはもう事前に昨年のうちから知ってた、僕も知っていたんですけど、多分そういう活動と A ちゃんの、ね、ツアーのスケジュールとこの辺がうまく合わなかったのかな。それで多分、憶測ですけども A ちゃんにお断りをした、 今年に限ってはお断りをした、多分こういう経緯だと思います。で、ね、もちろんちょうど11月の23日のサンクスギビングデーに彼女が、インスタグラムにね、今回のバンドメンバージェフですとかガイ・アリソンとか、ね、彼らとこう食事会をした写真がねアップされていましたけども、まあ、都内でね、そういう休校を温める、ね、会があったようですし、実際に A ちゃんのライブの、ね、観客として客席で見ましたよという話もされていました。横浜アリーナ最終日か何かかな、確かキャロルのマスターがね、アネット見たとか、ね、そういう話があったよとかそういうことをおっしゃられてたので、あ、やっぱり会場に来てたんだなと思ってましたら、ね、案の定、まあ、彼女から A ちゃんのライブを見ましたということをおっしゃってました。あと12月の27日かな、都内でトシ柳さん、ね、彼のライブがあったんですけども、その場に、アネットさん行かれて5曲ぐらい歌われたようですね。そのこともライブの話もされていました。トシ柳さんとてもいい人ですということを話されていましたね。アネットさんはまあ、プロの歌手ということではないのかな。 A ちゃんのこうねサポートはされていますけども、彼女自身これまで、CD と出されたことはないということですから、プロのシンガーとしては活動されていないようです。で、まあ、彼女の経歴等もねいろいろこうお話しいただいて、ロサンゼルスね、ロサンゼルス出身の彼女なんですよね。で、A ちゃんのこうライブの MC で、以前アネットは6カ国ね、6カ国ぐらいお話できる、喋ることができる、確かそんな話を聞いたことがあります。ですから語学に関しても、ね、堪能なようですね。日本語に関しては初めて日本に来た時はもちろん話すことはできなかったんですけども、アメリカに帰って、日本語を勉強して日本に来てからもこう日本語学校に行かれたとおっしゃってました。ですから非常に、ね、日本語は堪能ですよね。はい。でご主人が日本人ということで、今埼玉市かな、まあ、埼玉県の都市部にねこう住んでらっしゃる。でお子様が生まれてもう10年になるということですね。で A ちゃんとのこうつながりは、2010年のちょうどツイストのねツイストのツアーから参加なんですけど、ちょうどこの年の、テレビの収録僕らの音楽、A ちゃんが徳光さんと、対談する形式の、番組で、この時にスタジオで3曲収録してるんですよね。でこの時に、その番組収録に関してオーディションがあったそうです。でこの時にアネットさんが応募して、初めて A ちゃんと仕事をした。この時アンドレアね、コーラスのアンドレア、彼女もこの時のオーディションから参加されたようです。ですからね、2010年のツイスト、この年から、ね、A ちゃんのとのつながりが始まったというおっしゃってましたね。で僕も一つね、質問をさせていただきましたら、
かえね、その場で答えていただいたので、その部分ちょっとね、聞いていただきましょうか。質問は、Which song do you like? 母 or、トラベリンパストね、どちらの歌が好きですか、母かトラバスかという質問を英語で押しました。でその場で、彼女が返してくれた部分も含めて、ちょっとね彼女の喋ってるところ生撮りしたので、音声はね悪いですけども、ちょっと聞いてください。質問、ライブがあと9分がありますので、それはちょっと質問は読んでやります。見たの質問は、もしボスの記憶は一つ、まあ、一曲は歌ったらは何が歌いたいとか、いや、ボスの曲大好き。でも私コバルトの空大好き。何がすごいパッションがあるとか、メロディーもかっこいいし、なので多分もし歌ったらその曲だね。でも今日は声はガラガラ歌わない。じゃあ将来楽しんでちょっといい声は出せない、今もうすごい飲みすぎちゃった、ごめん。で、なんで日本へ来ましたは私はやりました。なので、Which song do you like? Haha or Traveling Bus? おー、それが喧嘩になっちゃうよね。危ない。いい質問だ。Traveling Bus はすごいなんかグルーヴがあるで、あとボスのintro の方が、intro をやるときにすんごいかっこいいなので好きだけど、止まらない母はもっとみんなは盛り上がれると参加できる曲と、もう結構まあ命が作るの曲なので、止まらない母は選ぶかもしれないですね。でも、どっちも好き。いい質問だね。はい、1月1日の午後3時ね、にインスタグラムのライブ配信をされたアネットさんのね、音声を聞いていただきました。僕の質問、いい質問だねって2回もねおっしゃっていただいて、そして、回答までいただきましてありがとうございます。母が好きかなということをおっしゃってました。はい、で今年のツアーにアネットさんは参加されるのですかという質問がありましたけども、まあそこは答えませんとね、ツアーがあるまではノーコメントですね。楽しみがなくなるでしょっていうことをおっしゃってたので、どうでしょう、今年からは、まあ、彼女も好きなことがねようやくできるような、時間が少し取れそうだということですから、多分またね、ちゃんのコーラスに復帰されるのかと予想しております。で、最後に、彼女 LA 出身ということで、子供の頃から野球がやっぱり大好き。I love って言ってましたもんね。Love baseball。もちろんドジャースファンだということですから、大谷選手のことをね、一番の今年のニュースだみたいなことをおっしゃってました。大谷選手が2024年に大活躍することをね、祈ってらっしゃるようでした。まあ、
そのような話をね、30分ほどライブでライブ配信されて、まあ、今後もね、何か SNS を使って発信これからはしていきますよみたいなことはされてね、おっしゃられてたので、またねアネットさんこういう機会があるのかもしれません。このライブ配信をお聞きできなかった方、今またねそれを見ることはもう、できませんので、まあかいつまんで、僕の方からご紹介させていただきました。今日もう1月4日で、明日が、ね、1月5日、仕事始めの方が明日から多いのかな。僕も明日から仕事です。明日どうですかね、東京行くので、山岸さん、キャロルさんに、まあ、キャロルさん6日から営業ですから、明日はね お休みかと思いますけども、ご挨拶兼ねて伺うつもりではおります。以上で、一番今年初めのえちゃんトピック、終了したいと思います。今年も皆さんどうぞ、ね、よろしくお付き合いください。サントンドライバーでした。ありがとうございます。